お世話になれます一人でございます。以前パールの中古ロム開封動画にて親が天井村のレジギガス、つまり映画配布のレジギガスを入手し発狂しました。こいつを手に入れて喜んでいたのは、実はプラチナにてこのレジギガスを連れて指定の場所に行くと、プラチナでは交換でしか入手できないレジロック、レジアイス、レジスチルの入手イベントが発生するからなんです。私はこのイベントは完全初見であり、リアルタイムでダイパーをやっていた方も映画配布を受け取らずできなかった方もいるのではないでしょうか。私はそのレジ系イベントをダイパーリメイクの前に見たくなりすぎて眠れなくなりました。多くの方も私と同じく初めてで見たかったり、もしくはすでにやっていて復習したくて眠れていないと思いますので、今回は天井村レジギガスのイベントをやってみたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきましょう。まずはですね、天井村レジギガスを用意しなくてはなりませんので、私すでに用意しております。別のソフトからね交換してもらいまして、それで、はい、レジギガス来ました。プレシャスボールに入ってるレジギガスですね。で、親がちゃんと天井村となってないといけないということです。 ID ナンバーは07198ですね。で、それで、まあのんけな性格とかはどうでもよくて、で、2008年7月27日、ポケモン映画08ですね。まあだから2008年のポケモン映画で、手に入れられるやつということですね。配布限定ですね、これは。普通のレジギガスを連れて行ってもダメみたいですね。そこはだから注意が必要ですね。で、特性は普通なんですが、で、技もなんかね、レジロック、レジアイス、レジスチルに関する技が覚えてるということで、アイアンヘッドとかが、鋼タイプ、岩なだれが岩タイプ、氷タイプがね、凍える。これだけちょっと弱くねえかっていう感じなんですけど、一応それにちなんでるらしいですね。こっちのね、リボンね、普通なんか配布ポケモンとかってリボンつきがちですけど、これはついてないっていうのが結構な特徴らしくてですね、まあ多分これおそらくなのでちゃんと本物じゃないかなと思うんですが、でこの配布はね、期間的にはギラティナと空の花束シェイミーが公開されてた時あたりということですね。2008年6月20日から8月31日ということで、かなりやっぱ短いのでね、まあ、めっちゃ簡単に手に入るっていうわけではないですね。ただ中古ロームでいくつかね入ってるやつ見たので、まあ中古ロームで何回かやれば手に入らなくはないと思います。で、あと忘れてたのが、これプラチナでしかできないですからね、ダイパではできないらしいので、そこまずね間違ってたあれなんでご注意ください。あと全国図鑑にしなきゃいけないので、そこも注意が必要ですね。じゃあまずレジロックからゲットしていきましょうか。なんとなくこいつ最初感あるので、向こう区でね空を飛ぶでいきましょう。こいつ飛ぶ場所は228番道路あたりですね。まあ、こっからリゾートエリアから行くのがいいかな。はい、でリゾートエリアで、チャリに乗って上の方かな、こっち側で多分合ってると思うんだけどね。行き方はですね、228番道路からまっすぐ行って、しばらくまっすぐ行きまして、それでここの家の横入って、それで右曲がって左曲がって、それでここに、2個ね降りるところがあるところですね。多分ここで合ってると思います。行きましょう、レッツゴー。開いてるかな。おー、行けた。ここ自体がもうあれなんだ、岩山の遺跡で入れるようになってんだ。じゃあやってみましょうか。ここはい降りて、はい、やりますよ。これ完全に冠の雪原と一緒ですよね。でも BGM は多分他の普通の遺跡と一緒かな。別にここ限定の BGM っぽい感じではないですよね多分。まずここの話しかけてみる。なんだか力を感じさせる ポケモンの像がある。これ全く一緒、本当にどこからか声が聞こえてくる。我らの主と共に光る床は全て不明、全て不明って書いてあるんだ。ちゃんと冠の雪原の時書いてあったっけ。これ書いてなかったような気がするんだけど、まあいいや、どっちでも。お、完全に一緒っすね。ただ踏んでるか分かんない、踏んでるかちょっと見えなくねえか。別に変わんないっすね表示が。お、来た、すごいよ。わ、なんだか空気が変わったようだ。音楽が変わりましたね。これポケモンの像から何かの力を感じる。うわ、完全一緒じゃん。この絵で出たらどうなんだ、続くかな。こういう実験をやってみるのがやっぱ YouTuber ですね。あ、ダメか、やっぱちゃんともう一回踏み直さないといけないパティーンですねこれは。はいはい、これで踏んで、はい、力発生させてもう一回やらなきゃいけないパティーンですねこれ。ごめんなさい、無駄に尺を使ってしまって。ただここで話しかけていきましょう。戦っていきますよ、レッツゴー。ザザザリザ、これ一緒かな、冠の雪原と。違いますよね多分。
いやでも全てを踏めってあったっけな。でも冠無理殺ゲーの時まあいいや。あ、30レベルなんだ。しかも結構レベル低いっすね。相当低いゲーじゃん。この BGM は別に普通の BGM かな。まあいいや。ボールは私マスターボール持ってますので、マスターボール使っていきましょうか。はい、行きましょう。これはですね、バグで増やしましたんで改造ではありませんので、そこはね、ちょっと皆さん、ご理解お願いします。ゲットしたぞー。バグの詳細知りたい方はね、別の動画で解説してますので、そちらでご覧くださいと。まあここで勝ったにゲットしていくというね、卑怯な手を使いました。はい、この後どうなる？別に何もならないと。踏むこともできないと。何も音はならないと。じゃあここ話しかけたらどうなる？はい、ポケモンの像から何も感じることはできないとなるわけですね。まあ本当にだから一緒なんだ。じゃあ次はレジスチリましょうか。じゃあ空を飛ぶで、どうやらね、鋼鉄島行かなきゃいけないので、まずミオシティ行かなきゃいけないかな。多分ミオッセリーに飛ばしましょう。はい、ここでミオッセリーで鋼鉄島行きましょう。バッタ、いいね、ここの音楽美しい。はい、来ました。鋼鉄島っぽくない音楽ですが、はい、行きましょう。でそれでどこにあるかっつうと、なんか出口付近らしいっすね。なので出口に向かっていきましょうと。ここポケモン出んだっけ、ちょっとよくわかんないんでマップ見ました。まず右っすね。右行ってからそれでここを行きましょう。あー、ちょっとうざ、スプレー持ってくれよかった、バカした。皆さん必ずスプレー持ってきましょう。そしたらここを回って降りて、それで左側行って右行って、それで最初ここに乗りますと。それビーンって降りました。結構うるせえなこれ。左側行きましょう。はい、で左側入って、はい、ここからまずは下に行きましょう。下に行って右曲がって下行って、下行って突き当たり右、はい、で道なりに行って左曲がって、で下側に行って着きましたと。ビーっていう風に降りて、それでここの左側っすね、ここかな、行きましょう。鋼鉄島来まして、ここを登ろう。来ました、ここが出口ですね、左側が。なのでここの右側行きましょう。めっちゃポケモン出てうぜ。はい、右側のおそらくここです。入っていきましょう。インしちゃおう。入っていくと、あ、来ましたね。また BGM 一緒っすね、完全に。わ、このマークはちゃんとレジスチル用になってますね。ちょっともう一回見てみようか。何だか力を感じさせるポケモンの像がある。どっからか声が聞こえてくる。我らの主と共に光る床を全て踏めということで、踏んじゃいましょう。ピヨンボヨンバヨン、いいっすね。ここで、はい、ラスト1個、いいね。本当にさ、完全に冠の雪原と一緒ってのがウケるよな、本当に。あれもうある意味さ、ダイパリメイクですよね。いいんだ、ジジデゾ来ましたね。結構なんかもっと冠雪原長くなかったっけ、こういう文字とかが。まあ覚えてないんだけど、全然覚えてない、最近なのにやったの。はい、 BGM がかっこいいね。ただ私こんな BGM を聴いてる暇もなく、すぐにマスターボールで捕まえましょう。今の大人はね、忙しいんですよ。だからこんな捕まえることに時間かけられないですよ。しかもこういうのさ、昔のポケモンなんかさ、伝説捕まえるのめちゃめちゃ時間かかりますよね。つかケンタルでも結構伝説はやっぱり捕まえるの時間かかるけどね。レジ系もしかり。はいはいはい、これでゲットさせていただきました。もうこんなあっさり捕まえちゃってちょっとね、あの興ざめするかもしれませんが、ちょっと許して。まあここがね楽しみですから、踏むところが。オッケーオッケー、外に出ましょう。よし、オッケー、出れたー、よかった。じゃあ次はレジアイスリましょう。次は天眼山っすね。飛びましょうか。まあ天眼山結構いろいろね、入るところあると思いますけど、216の方から入るところですね。なので切っ先から行った方がいいのかな。ちょっと顔スプレーでも買わんとやってらんねえわ。いやー、切っ先シティのこの歩く音めちゃめちゃいいっすよね、本当に。ここ、あー、 PV であったな、ここ。 PV ここをこう斜めに行ってたけど、このゲームでは斜めに行けないからね。あ、ゴールドスプレーあったわ、132個もあったわ、見逃してたわ、バカした。無駄な時間すっげえ使っちゃった、バカだな。いやー、ここ厄介だよな。ここの部分リメイク楽しみだな。はい、216番道路来ました。そしたら多分道なりに行けばいいんじゃないかなと思うんだけど、ここの家の前を通ってと。であとは右行くだけっすね。こっから入るところですね。左側に木があって、入るところです。
はい、入ると天眼山ですが、ちゃんとありましたね、入り口。ラスト1匹インしていきましょう。いいね、氷山の遺跡ピカピカ光っとるよ。いいね、これいいね。やったばっかだけどね、冠の雪原で。はい、ここもう踏んじゃいましょう。書いてあることは同じなので。あ、でも一応これ変化あんのか、あんま分かんないけどね。変化あんのこれ、ちょっとよく分かんないね。でもいいよねこれ、ほんと。うわー、すげー揺れてきたよ。はいはいはい、ガンガン揺れまして、空気が変わったようだということで、話しかけちゃいましょう。ジャキーってそういう感じだったっけ。みんなさ、暗号みたいな感じだったのに、こいつだけジャキーなんだ。そうだったっけまあいいや別に。いやこれさ、ダイパリメイクで本当リメイクされたら、これマジでやばいっすよね。だって冠の雪原と全く一緒になっちゃう、本当に。それを連続でやるっていうね。まあグラフィックが違うから、またちょっと感覚が違うんだろうけど。オッケー、ゲットした。何人も戦ってない。これ良くないね、こういうゲットの仕方。よし、これで全部制覇しました。特に何も起こったりはしないですね、全部制覇したからといって。じゃあ入りましょうか。ボックス見るぞい。はい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 、はい、いました。虫タイプのボックスにレジロックちゃんといましたね。でレジスチル、レジアイスということで、ここでね色違い出たらね奇跡的だったんですけどね、出なかったですね。ただ色違いも出るというの話もありますよ。で控えめな性格で岩山の遺跡でエルベ三条の時に出会ったということで、ちゃんとね珍しいやつですね。技は踏みつけ岩落とし呪いバカ力ということでございます。これどうなんだろう、強いのかよくわかんないです私は。はいはい、ちょっと待って待って。はい、で次はレジスチルいましょうね。様子を見て、レジスチルということで、控えめな性格、みんな控えめなんだ性格。黒金の、遺跡で、レベル30の時に出会ったということで、いいね。技は、踏みつけメタルクロ呪いバカ力ということで、あれさっきさレジギガスのさやつで鋼タイプの技メタルクロじゃなかったような気がするんだけど、別にそれとは関係ないのか。特にみんなバカ力覚えてるって感じかな。次はレジアイス見てみましょうか。はいはい、いいね。気まぐれ、こいつだけ気まぐれの性格だ。別に控えめって決まってるわけじゃないんですね。たまたまかな、氷山の遺跡でレベル30の時に出会ったということで、で技は踏みつけ凍える風呪いバカ力ということで、あ、こいつ凍える風ちゃんと覚えてますね。レジギガスと共通してますね。他は別に普通かなっていう感じで、まあ普通の、別に特に変な技覚えてないですね。ただ普通にまあゲットできるとということは、やっぱりさっきのこのレジギガス本物ってことですね。やっぱりよかった、これでずっと使えるわ。あ、やっぱりさっきのさあやヘッドじゃなきゃダメだよね、メタルクローじゃなくて。あ、で岩落としだったね、しかもレジロックは。岩なだれじゃないんだね、凍える風だけ覚えてるっていうね、ちゃんとレジアイスが。だからなんか凍える風だけ弱くねって話なんですけど、まあそこは置いときましょう。まあちなみに別に先ほどのレジ系じゃなくても、あのレジ系をダイパに連れていけば切っ先神殿でレジギガスゲットできますので、まあそのレジギガスはこのイベントを起こせないですけどね。なのでこのレジギガスがいればレジギガスも手に入るということでございます、ダイパがあればね。なので一石二鳥ですね。あ、でもレジ系だから一石一票一鳥かということで、検証結果みな復習済みでした。まさかの本当に全く冠の雪原と同じで、すでに昔やっていた方も初見の方であっても復習済みみたいなもんでしたね。だから今考えたらダイパリメイクの一番の伏線はこの冠の雪原のレジ系イベントでしたね。これも一応伏線としてちゃんと挙げられてはいましたが、そんな伏線の有力候補的な感じでは言われてなかったので、よくよく考えていればもろすぎる露骨な伏線でしたね。まあ伏線といってもダイパリメイクでさすがにこの天井村イベントは実装されないですよね。もし実装されたら冠の雪原と全く同じことを繰り返すことになりますからね。それを冠の雪原より昔っぽい原点回帰的グラフィックで見ることになったら、時代は進んでいるのに今までのリメイク以上に本当の意味で時代を遡る感じになりますしね。っていうかダイパではプラチナとは違ってレジ系を使ってレジギガスを入手するイベントがあって、2つのイベントを入れたら意味わからなくなりそうだから、まず実装はありえないですけどね。とりあえず今回はイベントそのものというより、このダイパリメイクの伏線回収をしっかり実感できて興奮しました。興奮しすぎてもはや晴天にムラムラしてきた。